で神社のこっちにも看板が立ってて裏口的なところがあるんですけど、こっちに行くと前回紹介したピアノの広場だったりとか、こっちの星を見る丘に行けたりします。ここはね、いやほんとこのギザギザが気になる。とにかく全体を覆うのはさいいんだけど、マイデザインでギザギザが気になるな、そこだけ。それ以外は結構幻想的な雰囲気になって好きなんですけど、まあ、夜がいいですね。ここはピアノ広場も結構気に入ってて、白くてさ可愛いじゃんここ可愛い。しかもこのねステンドグラスじゃないや、なんだっけ、ガラスのキャンドルホルダーがいい味出すんですよね。ただね一個困るのが、ここら辺さ木をゆすりづらくなっちゃったんで毎日2つ家具手に入ったりとか鉢をね取れたりするんですけど、ちょっと面倒くさいですねここら辺は。奥の方の木とか、うん、まあでもまあそれよりも見た目重視ということで気に入ってはいます。はい。で左に進むとここがね花壇になってます。ここの道の感じすごい好きなんですよね。この生垣と丸太の柵、まあここは丸太の杭に変えようかちょっと迷ってはいるけど、まあ今は落ち着いてるんでねこれいいかなと思ってます。そう、白いチューリップの門のところはこっちにつながってたんですね。でここの花壇は全色全種類1本ずつ植えるような感じで作ってあります。8種類を1個ずつみたいな。だから場所が必要だったんですけど、なんとか最小限の場所でとどめてるかなって感じですね。ただ青バラがねまだ全然少なくて、青バラだけないですあ、そうそうそう、あれからノームのこの置物全色揃えたいって言ってたんですけど、リスナーさんの協力で全部揃うことができました。ありがとうございます。ペコリがまだないんだよな。ペコリがありがとうございますなんか姉貴系からもらえるらしいね、ペコリっていうアクションが。最近ジェシカちゃんを迎えることができたんで、そのうちもらえるとは思うんですけど。ここのね大理石のタイルとか花壇も全部マイデザインで作ってあります。このパネルもそうだね、お花の説明みたいな。うんで一応こっちがどうつながってるかというと、隙間にちょっと自販機とか置いたりで、こう下に行くと案内状のねこの桃の木のところからつながってるって感じですね。でここにはポケモリと連動するともらえるフォーチュンクッキーの屋台みたいなやつで、滝があって飛び石みたいに行くとここの神社って感じですね。なんか神社はここにね赤い橋を作ってあるから、こことかこの下とかこっちとか、まああとこっちの場合はここにレンガの橋があるからってのもあるけど、橋ばっかりになっちゃうなと思って飛び石みたいな形を採用してます。で黄色のチューリップの門を出ると海岸が広がってます。ピサの斜塔がちょっと邪魔ですね。適当に置いちゃったんだけど、観光望遠鏡を置いたりして、あとはベンチに座って海が眺められるっていう風にしてあります。でこっちに進んでいくとちょっとしたスペースがあったんでお花屋さん的な場所を作ってあります。お花とか観葉植物とかもそうなんですけど、お花で作ったアクセサリーとかも売ってるみたいにしてあります。これはねファックシミリなんですけどレジの代わりですねはい。そしてここ降りていくと裏の北の海岸に来られるんですけど、ここも超絶お気に入りポイント。まあ、前ね紹介したんですけど、カメラの方がいいかな。いやここのねポイントが本当にゼルダの伝説夢を見る島と全く同じ感じにできたんですよ本当にやばいぐらいそうなのって感じぐらいね、もう本当にもうちょっと常吉が来るとね、雰囲気も全然違くなっちゃうんですけど、はい。でね、見ててわかると思うんですけど、こっからは結構田舎じゃないね、山の奥ゾーンみたいな。これまではずっと整備されてた場所だと思うんですけど、まだ自然を壊してないような場所みたいな雰囲気になってます。ここら辺はね、ゼルダの動画で紹介した場所なんですけども、ここもいいよね。滝と壺。やっぱゼルダと言ったら壺ですからね。で、上に上がると、ここはね、地図で見た方がそれっぽく見えるんですけど、ゼルダを知ってる人ならわかる。あ、自分がね、邪魔なんだよね、こういう時。大抵自分が邪魔。シーカー族のマークの池から滝が出てるって感じになってます。そして超入り組んだ細い道を歩いていくと博物館があって、ここはゼルダの時のオカリナの森の神殿、森の聖域みたいな場所にしてあります。これもめっちゃ書くの時間がかかった。トップオブザトップ9枚のねマイデザインを綺麗につながなきゃいけなかったんで、すっごい大変でしたね。岩が邪魔壊さなきゃいけないのに壊し忘れてた。この周りのシンプルなパネルもめちゃくちゃ枚数欲しかったからね大変でしたね。で、鳥の魔物みたいな感じでトリケラトプスの骨を置いてあります。この奥の細いところを抜けると、いや、ここもちょっとね使い勝手に困ってる場所なんですけど、ゼルダの時岡の井戸的なものを置いてあります。今はもうちょっと違う使い方考えようかなとは思ってます。そうしてこっちの細い道そのまま抜けると、今超絶株置き場になっちゃってる。もう畑からはみ出しちゃってるんですけど、これもね、時岡のかかしがいる畑を作ってあります。で、こっちに進むと、もう何にもね、開発してないような場所ですね。もう無法地帯。無法地帯になってます。では最後にこの左側に進んでいきたいと思います。この旗がね示す通りお城がございますんで、もうメインだよね。言っちゃえば最後に取っといたんだけど、早めに紹介する方が良かったかなで、まだ全然ね下の方はできていないんですけども、こっから城ですね。マップの真ん中になるように作ってあります。私の家が城って感じで、はい。で、立派な門がねここにはありまして、サイロと、シンプルなパネルと洋風の柵を組み合わせて塀みたいにしてあります。そして入っていくと大きな庭がありまして、ヨーロッパの広い、平面的に広いお城っていう風なイメージで作ってあります。ただ見てわかる通りちょっと無法地帯になりかけてますよね、ここも。もう花の交配場と化してると言っても過言ではない。持て余してんですよね、ここ。噴水置いたりとか、星のかけらで飾ったりとか。ここはね、夜綺麗なんですけど、あとは虫さん王国なんで、この、大いなる蝶の模型っていうね、4マスフィギュアを左右に置いたりとかしてます。これはね、前回城紹介した時には手に入ってなかったんで、変わった点かなとは思うんですけど、あとはね、このゴールドクレスト。いや、これはね、洋風に見せたいならば、絶対にいるアイテムですよね。これは好きあらば置く。そういう精神でいきたい。で、ここもちょっとね、なんもない。あー、待って。やっぱりね、お城には彫刻とか置きたいなと思いつつも、タイムトラベルとかはしてないんでね、なかなかすぐにはいっぱいは手に入らないんだけど、そう、ゆくゆくはっていう。で、このお城、いや、いいですね。下から見る景色がとってもいいんですけど。自分の家、マイホームとサイロとシンプルなパネルとかをね、組み合わせて大きく見せるようにしてあります。シンプルなパネルに貼ったマイデザインは、渡り廊下みたいなイメージで描いたんですけど、自分の家の壁に似るように描きました。ちょっとね、これも贋作なんだけど、とりあえずで適当に置いちゃってんな、いろいろ。はい、というわけでこの虫さん王国島を一周してきたわけなんですけど、今後のここの開発の予定についてお話ししていきたいと思います。でね、めちゃくちゃ悩んでいて正直一から作り直したいなーっていう気持ちが湧き出てきていますここまで作っておきながらもう結構時間も費やしてるし、もったいないんだけど、この城の庭もそうなんだけど、ああいう方がいいかもとかってどんどん後からああしたいこうしたいっていうのが出てきちゃったりするんですよね。まあ、これあるあるだと思うんですけど、作ってから作り直したくなりますよねやっぱあれが良かったかもって。今のところも気に入ってないわけじゃなくって、もちろん気に入ったしもう完璧って思ったから動画にしてるんだけど、最初にマップ見てもらったと思うんですけど、今空いてる土地がこの左下の L 字のところなんですよね。でこれから作りたいと思ってるものが住宅街、果樹園、あとは貝殻シリーズとかなんかバーとかそういうのを使った場所カフェなのかな、そういう場所とか、あとは遊園地とかコーヒーカップかわいいなと思って作りたいなとか、あとは牧場とか養蜂場もいいなとか、もうなんか作りたいものがいっぱいありすぎて、多分明らかに足りないもう多分じゃないね、明らかに足りないんですよ。そうなってくるともうどうしたもんかとこの庭もどうしようかずっと迷ってきて、あってなったんだよね。作りたいものが浮かんじゃった。庭じゃなくて城下町的な感じで作り直したいなって。そうすると真ん中が変わるってことは前後左右全てがちょっと崩れてくるんですよね。この真ん中の城がさ違くなっちゃうと。ってなるとまた位置を直したりとかもう組み替えなきゃいけなくなってくるんで、もういっそのこと全部壊したろうかなと思ってるんですよ。まあ、だから今できてる場所まで紹介させていただいて作り直そうかなって思ってるわけなんですよね。なので虫さん王国島が出来上がるまでのシリーズはまだまだ終われないとそういうことで皆さんね、これからも是非見ていただけるとありがたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。